はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はですね、中古車のご紹介動画を撮ってみようかなと思ってね、カメラ回しております。ピースで基本的に 2,30 万くらいの足軽に使う軽自動車、乗用車の販売がメインではやってはいるんですけども、販売に関してはね、ただこういう風な軽の箱バンドが軽トラックなんかも、まあ、チャンスがあれば買い付けの方をやっておりました。ここ最近車の相場がね、落ち着いてきて、ちょこちょことこういう風なバンタイプとかもね、うちの方に入荷しております。これも、今回入荷してた車でハイゼットバンです。4駆24年式ね、11万2000キロ、2人乗りになっております。タイミングチェーン式、エアコン付きの ETC も付いてあります。2人乗りだって。これ後ろが椅子を外して2人乗りの仕様になってるんだね。これね、これまあこれね、これあの鉄板みたいの入って2人乗りになってるのかな。2人乗り4人乗りに変更するのには、なんだ、椅子を探してくっつけてか、ほんで陸軍局に届け出をかければ4人乗りに変更もできるのかな。まあお仕事用ですね、バンタイプなんで。まあ外装の状態からちょっと見ていこうかな。いいんじゃないかな。これうちで確かね、左のフェンダーがへっこんでたのを板金塗装で直してもらってますね。この辺確かへっこんでて板金塗装してますね。うん、あとは、あ、まあところどころサビはね、こういう風な感じの、まあこういうのもしょうがないね、中古車でございます。ところどころのサビはあるんですけども、四駆の割にはだいぶ綺麗だな。これバックドア、はい、いいんじゃない。これこれこれね、こういうとこも、お、綺麗だな。うん、これといってまあ大きく傷んでっかってとこはないですね。外装ね、これね、まあないですねっつうか、ここ板金塗装で、そうなんですよ、あの物が綺麗だったから板金塗装したんですけどここにへこみがあったのがね、まあ、さっきも言ったけど、まあ、気になったんですよね。なんで、まあ、働く車だからさ、正直ね、商業車だからどうすかなと思ったんですけど、でも当選だったらやっぱり綺麗な方がいいのかなと思ってね、いくらか経費はかかるんですけども、やっぱり板金塗装しようと思ってフェンダーのところ塗装しました。へっこみを直してね、板金塗装ね。まあいいや。ほんで外装はまあ一応こんな感じ。看板の跡が少し焼けが残ってっかな、動画上だと見づらいかもしれないです。シールステッカーの焼け跡がいくらか見えますね。うん、カメラに映んないかな。多分左右ともにシールの焼け跡は出てるかと思います。室内は綺麗です。商用車ね、荷物付けで運ぶ車なんでね、しかも2人乗りだからさ、完全に荷物運んでたなってとこだと思うんですけど、いいね。まあこういう傷はもうね、こういうバンタイプにはしょうがない。これはね、はい、こんな感じの、まあ、これといってね、あの泥まみれになってるのが、まあ、あるんですよ。やっぱりね、あの現場作業道具で使ってたりする車だと、まあ、泥だらけになってるようなね、車もあったり、あとはもうガチャガチャって荷物積んで、こういうとこもぐちゃぐちゃになってるようなね、あったりします。これはそこまでじゃないね、どっちかといえば綺麗です、これ。うん、はい。そんでシート、まあ、の前になんだっけこれ、まあ、ガラスは、人力パワーウィンドウでやってください。ほんでシートがちょっとすれ穴あります。ここ運転席のここね、ちょっと目立つのがありますね。でも綺麗。こんな感じでいいんじゃないですかね、状態的に。こういうとこ見るとね、サビでひどい車ってこういうとこもね、あの隠れたところって言ったらいい、サビがひどく出たりしますね。こういうとことか、これ、ね、いくらがサビは出てるんですけど、まあ、中古車なんでね、10年以上の車、なんとも四駆だと思ってもらえれば、四駆なんでなおさらなんですけど、まあこの辺はもう許容範囲ですね。まあ一応こんな感じで、エアコン付き、ETC 付き、はい、走行距離が
11万1897ね、まあ11万2000キロってことで置いてます。四駆切り替え式、はい、はい、切り替えボタンを押して四駆が入ります。オートマ車、はい、エアコンは、はい、エアコンスイッチオン。今柄の時期エアコン効かないと乗ってられないんで、あ、いいですね、しっかりと冷えております。いい感じ、いい感じ。この辺も全体的に擦り傷とか大きく出てるわけでもないんで、商用車だと思ったら状態的にはいいですね。うん、良さそうな感じ。まあまず後下回り見てみます。はい、今リフトアップいたしました。ハイゼットカーゴ、非常に状態はね綺麗ですね。これ見えますかね。まあ、一応うちで錆止め、下回りの、錆止め塗装はもう入れではあるんですけども、こういうボルトとか見ると、まあ、こんなひどい錆はなかったなっていうのが分かります。ダメなのはボルトがすごい腐ったりしますね。錆でボロボロになったりします。こういうところの錆、まあ10年用事ね、なんともこの辺はしょうがないかなと思います。ダメなのはこういうところ溶接の箇所とか、こういうのねボロボロにボロボロになってればダメなんですけど、まあ、この辺はまあ中古車なんでね、ある程度はご理解いただければと思います。こういうのもね、こういうのねありますね。はい、フレーム綺麗です。いいんじゃないかな。マフラーも溶接箇所、まあ、いくらかやっぱサピア出てるけどもこれね、でもまあこれも持つんじゃない、このぐらいだったらね。一応サビの状態はこんな感じ。なんか下回りのサビ止め塗装が雑だな。これもう一回塗り直し、タンクとかこういうとこもね、いくらかサビは残ってますね。これね、四駆車なんでなんとも。でもこのぐらいだったら綺麗な方じゃないかな。ダメなやつほんとボロボロってやつね、当たり前のようにあるんですよ。これ綺麗ですね。フレームしっかりと腐れとか穴開きとかないです。綺麗だと思います。しっかりとしてますね。これいいと思います。エンジンのオイルのにじみとかもないです。はい、デフも大丈夫そうね。こんな感じです。はい、下回りブーツ類穴開きとかもないね。はい、まああってはダメなんです。これピースでテスト走行も兼ねて福島入り軍局で車検の方を通してます。140キロテスト走行を走らせながら、自走でね、自走で走らせながら、車検の方も合格しています。まあ、なんでね、ブーツが破れてたりとかはあったんではダメなんですね。はい、サスペンションこんな感じ、いいんじゃないかな。はい、綺麗でございます。タイヤ山あるね、まだね。四駆の車だと思ったらこのぐらいの状態ならだいぶ綺麗な方だとは思います。私的にはね、ここちょこペコペコなんか当たったな、ここな。はい、まあこんな感じですね。下回りちょっと塗装、下回りの、塗装がなんか雑な塗装になっちゃってたんで、これはね、ご制約もしていただいたときはね、もう一度再塗装かけます。うん、ハイゼット、とりあえずあとテスト走行してみようかな。落としていきます。はい、それでは四駆の状態でまず走らせてみます。はい、スタート。おお、四駆って感じだ。これでもスタート、あ、な、走り出し。はい。まあこんなもんかな。四駆って感じだね。4輪回してる感じの重たい感じがします。これただ切り替え式の四駆なんで、
普段はこういう風に天気のいいがったりさ、普通の道路走るのには四駆いらないと思います。なんで普段は二駆にしながら乗ることは可能ですね。まあサスペンションとかデフとかさ、ベアリングとかなんか変な音してっかっつうと、それはないね。これね、12万キロぐらい乗ってはいるんですけど、まあこれといってあのゴロ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 とかさ、そういう音がしてるわけではないですね。トラックとかバンタイプのやつだとね、結構そのなんだデフの音がしてるとか、ベアリングが変な音してるとかね、あったりします。はいはい、次が今肉にして、この肉ね、肉の状態で清掃走行行きます。うん、肉っぽいね切り替えはしっかりしてますね。はい、じゃあね、肉で走ります。なんかこのきしみ音がするわけでもないし、そんなになんつうのかな、重量物運んでたような感じの車でもないね。うん、距離認識なりなイメージで言うと、あと感じ的に走行距離とか認識から言うと悪くないね、いいと思います。私の感じ的に、どうしてもね、軽の乗用車と違ってこういう働く車は傷んでるのが多いんでね、あのやっぱ仕事に使ったりするんで傷んでるのが多いんですよ。まあ一応こんな感じので、まあ、目立つ何か違和感あるかとないですね。調子いいです。はい、こんな感じでとりあえず、外装と下回りテスト走行した感じ。まあ、特にこれでいって違和感はなかったです。商用車としてね、使い勝手のいい軽バンでございます。しかも肉と四駆切り替え式ね、とても使い勝手がいい ね。普段からフルタイムの四駆より燃費の方もね、これの方がいいだろうし、いざという時に四駆にも切り替えができて使えるんでね、非常に便利な車だと思います。まあ一応もうね、お値段はさっきからずっと出るんですけども、店頭渡し価格のポッキリ価格高な車でございます。車検2年付きで、全部込み込み40万円で、新品タイヤ、今ノーマルタイヤ履いてたんで、スタッドレスタイヤの新品、6プラトラック用の、新品タイヤ、ホイールは中古品になるんですけども、12インチの6プラ用だから、ホイールも鉄ホイールになっちゃうかな、ね、鉄ホイールにはなるんですけども、新品のスタッドレスタイヤもワンセットつけながら、あと納車前にはバッテリーの方も新品交換させていただきます。で、全部込み込み価格が40万円での店頭渡し価格の車としてね、販売させていただきます。久しぶりの1台だけの紹介動画になりました ね。ぜひぜひこういう風な働く車お探しの方いらっしゃいましたら、ね、ご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。